プリンスエドワード諸島は南アフリカ共和国ポートエリザベスの南東 1770km のインド洋に位置する諸島マリオン島とプリンスエドワード島の2島からなる南アフリカ共和国の領土で行政上は西ケープ州に属するが定住者はいないマリオン島マリオン島は南位46度54分45秒時計37度44分37秒 南46.91250度統計37.74361度、マイナス46.9125037.74361に位置面積290平方キロメートル、海岸線は72キロメートルで大部分は崖となっている。最高地点はマスカリンピーク。火山起源であり、マリオン島は海底からの高さが約5000メートルある。 死火山と思われていたが1980年に噴火し、その後も2004年まで断続的に噴火が続いた。プリンスエドワード島プリンスエドワード島は、マリオン島の北東約 19km、南位46度38分39秒、統計37度56分36秒、南位46.64417度統計37.94333度、 マイナス46.6441737.94333に位置する。マリオン島より小さく、面積はおよそ45平方キロメートル、海岸線は12キロメートルで、最高地点は標高672メートルである。1663年にオランダ東インド会社の貿易船マーシビンにより偶然発見されたが、当時は、 経緯移動を正確に記録する術がなかったためその後、見失われた。1772年、南方大陸の探索に当たっていた、フランスの探検家マリオン・デュ・フレーヌによって、再発見される。彼の副官であった、ジュリアン・クローゼーは、その後1776年、ケープタウンで第三次探検公海の途上にあったジェームズ・クックと、出会いこの諸島の存在を教えた。 その後クックはこの諸島へ向かったが悪天候のため上陸はできなかった。クックは諸島の名称を王子エドワードにちなんで名付け、その首都は再発見者の名を取ってマリオン島と変えずに記した。最初に上陸した記録があるのは1803年のアザラシ狩猟者のグループだが、彼らはその前に他の人間が上陸していた痕跡を発見している。1840年には、 ジェームズ・クラーク・ロスが訪れたが、上陸はできなかった。そして、1873年に、ジョージ・ネアズ船長により調査が行われた。プリンス・エドワード諸島周辺ではたびたび船が難破した。1849年には、イギリス船がプリンス・エドワード島で難破し、生存者は乗組員63人のうち10人だけだった。1908年にもノルウェー船が、 マリオン島でナンパした。イギリス政府は1908年、ウィリアム・ニュートンに21年間のグアノ採掘の権利を与え、1926年にはシーリング・カンパニーに10年間のアザラシ狩りを許可した。1947年終わりから1948年に南アフリカが併合し、マリオン島の東岸に気象観測所を作った。その後拡大され、現在は 島の生物の研究を行っている。ありがとうございます。